はい、ありがとう整体の平野です。まあ、私のね、この二十何年、数年のね、整体、まあ、結局何をね、こう、求めてやってきたのかなっていう中の答えにですね、まあ、いろんな軸をね、こう、直してきたんですけども、まあ、最後はやっぱりこの生命のね、根源である、脳幹ですね。まあ、脳幹クッションでね、こう、有名で、その脳幹クッションの上に乗って、脳幹を鍛えることでね、まあ、本当に生命力をね、高めて、まあ、いろんなものが変わるというね、先生のお話、聞かさせていただいて、まさにそうだなという、でその脳幹機能をね、まあ、鍛え直す、調整し直す、まあ、非常に難しい時代ではあると思うんですけども、まあ、当院で言うとですね、まあ、結構、まあ、高齢の方がですね、まあ、本当にこう、まあ、だんだん歩けなくなってきた。で、そのうちの、あの階段ね、この狭くて急な階段をですね、まあ、張ってくるようにこう登ってくる人たちが、まあ、施術後ですね、なんかこう上がれるようになったり、まあ、来るたんびにですね、今度は一段飛びの感じでこう登ってこられる、ああいうのを見るとですね、まあ、やっぱりこれ脳幹を鍛えて、筋肉を鍛えるのではなくて、脳幹を鍛えることによって、いろんなこの指令がねちゃんといく、ですから、本当にこの1回の施術でねこう登れるようになった人もいるのを見れば、それで筋肉がいきなりつくわけではないので、なんだこれ不思議だ、自分でもこう不思議だなと思ってきたんですけども、やっぱりそこは脳幹をねしっかりこう、軸を作ることによって脳幹を鍛えている、あ、改めて本当に、そういうふうに、思いました。これはですね、まあ、脳幹というかバリアフリー、この状態は、実は脳幹をね鍛えるチャンスをなくしてしまう。で、九州のとある介護施設だとバリアアリーという形でですね、まあ、階段にこのものが置いてあったり、なんかもう本当にこういろんなところに邪魔なものがいっぱい置いてあって、で、ご飯のその給仕とかも手伝わない、もう自分でやらせる、まあ、そういうことをしているとですね、1年後ぐらいにはね、こう歩けなかった車椅子だったの、おじいさんおばあさんが歩けるようになる、そんなバリアをわざとありの状態の介護施設がねあって話題になったことがあるんですけども、まさにその今の現代社会ね、まあ、便利になりすぎてしまって、これは高齢の方以外にもですね、まあ、車社会になって歩かない、トイレもね洋式でヒュッてこう座れちゃう、まあ、本当にテレビもピッピッてやればねできちゃう、まあ、そんなことで便利になればなるほどですね、この脳幹機能が落ちてしまう。そしてそこにまたパソコン、スマホを使う形は脳幹をねグッてこう緊張させる姿勢であってたりするわけなんですね。ですから、この脳幹をねもう一度こう鍛え直す、ここが非常に、ね、重要、癒せば癒すほど脳幹もまた、弱ってしまうので、これはねちょっと考えるところではないかなというふうに思いました。ありがとうございます。